スリップスリップは航空機がその前面からの気流に対して相対的に横方向へ変異する航空力学的状態。滑りとも呼ばれる。航空機の操縦において通常の旋回を行うにはエルロン操作により機体をバンクさせ同時にバンクした側のラダーペダルを踏み込み機種をバンク方向に向ける。これに対してスリップ軌道では通常旋回とは反対方向に ラダー操作を行う。機体は機種方向に対してバンクした側に変異し、搭乗者は横滑りしているような感覚を持つため、スリップと呼ばれる。スリップ状態での飛行は効率的でなく、また旅客機にあっては乗客の乗り物酔いの原因となるので常用されることはないが、特定の条件下ではこれが必要となる。一般的には、 バンクした側に横滑りすることをスリップと呼び、旋回時のバンク側へのラダー操作過剰によって生ずる、外側への横滑りもスリップの一種であるが、こちらはスキットと呼ばれ区別される。スキットはスピンに直結する危険な状態であり、飛行中必要となることはおよそない。空対空戦闘における戦闘機では、背後から銃撃を受けている時などにスリップ起動を行い、 相手の銃撃をそらしたり、相手の予期する位置から急に外れることで攻撃をかわす際に使われる。スリップ軌道には、サイドスリップとフォワードスリップという2種類の用語が存在するが、航空力学的には同一である。種として、機種の向きと機体の進行方向によって区別されている。機体をバンクさせながら、反対方向へのラダー操作を行い機種を、 機体の進行方向に平行になるようにする。この状態では、機体は機種の向きに対してバンクした側に横滑りする。往風着陸に際して、往風によって生ずる力の滑走路に対する直行成分とちょうど拮抗するように、サイドスリップ起動を行えば、風下に流されることなく、かつ機体を滑走路と平行に保つことができる。ただし、バンク状態なので、車輪は、 バンク下側が先に設置することになる。さらにバンクが深いと主翼端やエンジンが設置してしまうのでクラブでクラブ軌道等と組み合わせる必要がある。サイドスリップ状態よりもさらにバンクの反対方向にラダー操作を行うとバンクによる揚力延直方向成分の減少によって高度が下がり、かつ前方投影面積の増大による効力の増加により速度の増加を抑制できる。 搭乗者には斜め前向きにスリップしているような感覚を与える。主としてファイナルにおいて高度が高すぎるときに高度を急速に下げるための処理法の一つであり、滑走路中心線延長線上をキープしたまま、ラダーとエルロン操作により効果率が調整できる。動力がなく着陸また行の難しい各空気等では一般に高めに進入してファイナルで フォワードスリップにより適正高度に調整を行うことが多い。スポイラーやフラップといった空力ブレーキ機構を持たない、滑空機、あるいは動力機にあっても故障等によって使用できない状況では不可欠な軌道である。フォワードスリップを行っている間は、ピトー管に当たる空気の流れが正常でないために、エアースピードが景気よりも遅くなる場合があり。 失速の危険があることを念頭に置かなければならない。エレベーターダウンを心がけて、グライドパスに乗った後は一旦、エアースピードチェックが必要。過去に、エアカナダのボーイング767が燃料切れによる、両エンジン停止の状態で着陸を試みたものの、侵入高度が高すぎたことにより、このフォワードスリップが使用された。ありがとうございます。